こんなふうに名詞名詞あるいは名詞名詞と並んだ時に、前の名詞はちょっと形容詞的な働きをするような感じになって、名詞を修飾するような働き方をすることがあります。はい、皆さんこんにちは、坂金社長です。今日も元気に TOEIC パート5の対策をやっていきましょう。今日扱う問題はこの問題です。最初の単語は health です。 health は健康という意味なんですね。そして health 健康というのは名詞なんですけども、その health という名詞に y がついたら healthy 健康なという形容詞に変わります。こんな風に health 以外でも y がついて名詞が形容詞に変化する単語というのはたくさんありますので、ちょっと頭の中に入れておいてください。次は safety です。セーフティーというのは安全という意味の名詞なんですね。形容詞形は ty が抜け落ちて safe となります。 safe は安全なという形容詞、 safety は安全という名詞になります。そして少し変わった safe の意味なんですけども、 safe というのが名詞として使われた場合は金庫という意味なんですね。何か安全にお金がこう収納されている感じですよね。ですので safe というのが名詞で使われたら金庫という意味にもなるというのを覚えておいてください。次に examination です。 examination というのは試験という意味なんですね。よく省略されて exam というふうに省略されちゃいますけども、 examination 試験という意味になります。動詞形は examine、これで試験する、検査するという意味があるんですね。目の検査なんかをするときも examine という言葉を使ったりもします。次の単語は conduct です。conduct の con は共にという意味を持つ接頭語なんですね。そして duct というのは導くという意味があります。共に導くというところから行うという意味につながってきているんですね。conduct 行うという動詞です。そして同じ綴りなんですけども、 conduct アクセントが前に移動すると名詞の意味になります。 conduct は前にアクセントがあって行いという名詞なんですね。そして conduct というのは後ろにアクセントがあって行うという動詞の意味になります。ちなみに deduct というのは d という接頭語は下へという意味なんですね。で duct は導くという意味でしたよね。ですので下へ導くというところから税金なんかを控除するっていうね、そういう意味があったりします。 deduct 控除するも一緒に覚えておきましょう。最後に determine です。 determine というのは決定する、決意するという意味があるんですね。名詞形は determination と言います。決意、決定という意味なんですね。一緒に覚えておくといいと思います。派生語をね、こうやって一緒に覚えておくと語彙がどんどん増えていきますから、 determine 決定すると determination 決定というのを一緒に覚えておきましょう。はい、それではこの問題、京都スタジオからまた京都一分かりやすく解説してみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、最初 health and safety examinations are conducted と、ここに are conducted という動詞の受け身形ですよね。受動態、受け身が出てきましたから、この前までが主語かなという予測が立つでしょう。はい、主語が examinations 複数形だから are、 B 動詞は are になってるわけなんですよね。はい、じゃあここの構造なんですけども、 health、 これは健康という名詞です。healthy、 y がついたら健康なという形容詞の意味になります。そして safety、 これも安全という名詞です。 safe というふうに ty が取れちゃったら形容詞になりますよね。はい、その2つの名詞が and でつながれてるんですね。
ですのでちょっと AB で書くとこことここが A&B という感じになってるわけです。はい、そして examinations も名詞です。はい、こんな風にヘルスエグザミネーションズ、そしてセーフティーエグザミネーションズというふうになってまして、このヘルスという名詞も、セーフティーという名詞も、両方ともエグザミネーションズを修飾する感じになってるんですね。こんなふうに名詞、名詞、あるいは名詞、名詞と並んだときに、前の名詞はちょっと形容詞的な働きをするような感じになって、名詞を修飾するような働き方をすることがあります。だからこれ健康検査というよりもまあ健康の検査ということですよね。そして安全検査というよりもまあ安全の検査というそんなイメージです。はい、ということで健康と安全の検査が are conducted 行われるんだということになります。 conduct というのは後ろのこの U の位置にアクセントがあったら動詞なんですね。そして conduct というふうに O のところにアクセントが来た場合は名詞となって行いという意味になります。この場合はこっちなんですね。コンダクトです。こっちにアクセントがあります。行われているんだ、行われるんだっていうことですね。はい。何を決定するためなのかというのはここに来ているわけです。この to 不定詞は目的を表す副詞的用法の不定詞で何々するためにという意味ですね。その目的を表す不定詞の場合はここに副詞的用法の目的を表す不定詞なんですよというのを読者に分かりやすくするために in order をつけたり so as をつけたりして in order to 不定詞 so as to 不定詞という時が多いです。はい、じゃあいよいよこの to 不定詞の中身を分析していきましょう。 determine は決定する、決めるという意味の他動詞です。第三分形です。目的語が必要です。そして後ろにこの目的語が来てるんですが、あるレストランの空欄を決定すると来てますよね。当然 determine の目的語ですからここには名詞が入らないとおかしいということになります。はい、じゃあ選択肢その視点で見ていくんですけども、まず絶対ダメなものがこれですよね。 clean 掃除するの動詞、掃除するという動詞の過去形か過去分詞形、これ名詞じゃないのでダメです。はい、次 cleaner 掃除する人、あるいは掃除するその洗剤という意味ですよね。クリーナー。はい。レストランの洗剤あるいは掃除する人を決定するために検査が行われる。ちょっとおかしいですよね。はい。だから名詞なんだけども意味がおかしいとなります。次、クリーニング掃除すること。これもレストランの掃除することを決定するために検査が行われるというのはおかしい。ここでは正解はクレンリネス。発音ちょっと注意してください。cleanliness、 これは清潔さという意味を表すんですね。発音ちょっと注意してください。 cleanliness じゃなくて cleanliness と言います。清潔さね。こういう検査が行われるのはレストランがちゃんと清潔に保たれているかどうかを決定するためでしょう。ですので答えは cleanliness、 清潔さということになるわけですね。はい、ということでこの問題の答えは cleanliness、 清潔さ C でした。はい、それで音読のコーナーに入っていきましょうか。TOEIC はパート5はこういう文法問題なんですけども、皆さんはそれだけじゃなくてパート6とかパート7の長文に挑まないとダメですよね。そして特にパート7なんていうのは時間がなくなる方もたくさんいらっしゃると思います。ですのでやっぱりパート7とか特にですねされるときにスピード感が大事ですよね。そしてスピーディーに読むためには一読即解が必要なんですね。つまり一回読んだだけで即座に解釈できないといけないんです。ですのでこのパート5の問題をせっかくやってるわけですから、こういう一文一文を一回読んだだけですぐに解釈できるように練習を積んでおくと、それが長文になっても重なってるだけですからできるようになってくるんですね。ですのでこういう一つの英文を音読される際にですね、一読即解という意識を持って音読されるといいと思います。そしてその時には絶対に後ろから前に戻ってたんでは時間が足りなくなりますから、前から前から理解していくといいんですね。ですので健康と安全の検査が行われる To determine a restaurant's cleanliness、 レストランの清潔さを決定するためにというこの順番で理解できるようにしてください。
善悪はあまり頼りにしないようにしてください。善悪って綺麗な日本語の順番にされちゃってますので、なかなかこう前から前から解釈していくという感覚とはずれちゃうんですね。ですので善悪はあくまで参考にする程度にして、皆さんは健康と安全の検査が行われる、決めるためにレストランの清潔さをという、こんな感じで前から前から解釈する感じで音読して理解し、そして覚えるようにしていってください。そうするとですね、なんとなんとパート1から4までのリスニングにも役立つんですね。一読即解というのは一聴即解に近いですよね。つまり一回聞いただけで即座に解釈できるという、その一回聞いただけで理解できていくとリスニング力もつくじゃないですか。ですのでこの音読のネイティブの音声はこんな風に利用してください。一回聞いただけで理解できるようにしていく、そして一回読んだだけで理解できるようにしていく、こんな風にしてネイティブの音声をですね利用していただくと非常に効果が高いんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは音読コーナースタート。Health and safety examinations are conducted to determine a restaurant's cleanliness. Health and safety examinations are conducted to determine a restaurant's cleanliness. Health and safety examinations are conducted to determine a restaurant's cleanliness. Health and safety examinations are conducted to determine a restaurant's cleanliness. Health and safety examinations are conducted to determine a restaurant's cleanliness. Health and safety examinations are conducted to determine a restaurant's cleanliness. Health and safety examinations are conducted to determine a restaurant's cleanliness. Health and safety examinations are conducted to determine a restaurant's cleanliness. Good job! 今日の英語学習お疲れ様でした。今日あった嫌なこととか悩み事とかぐる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 頭の中で考えてしまうことってありませんか？そんな時こそ英語を勉強してみるのはどうでしょうか？英語の勉強を始めるとそれなりに頭を使うので、嫌なこととか悩み事とか結構忘れられたりするんですよね。そのうち英語の力がついてくると自信も湧いてきて、悩み事とかはどこかに消えてなくなってるかもしれません。英語でもやってみるかと思えたあなたは、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そして今日の感想などコメント欄に書き込んでいただけると非常に励みになります。With Sakakin, to master English is easier than you think. See you in the next video.